はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、ウイスキーのバーボンウイスキー。ね、久々に、フォアローゼズを、買ってきました。はい。ということでね、まあ以前も紹介したんですが、また、かなり久々に飲むんで、飲んでいきたいと思います。アルコール度数40度、原産国アメリカ、原材料がモルトとグレーン、700ml。それはある舞踏会でのこと。フォアローゼズの生みの親、ポール・ジョーンズは、絶世の美女と出会います。一目で恋に落ちたポールは、迷わずプロポーズしました。でも、彼女は彼にこう答えたのです。どうか次の舞踏会までお待ちください。プロポーズをお受けするなら、バラのコサージュをつけて参ります。そして約束の舞踏会の夜、彼女は四輪の真紅のバラを胸に、彼の前に現れたんでした。愛が実った素晴らしい瞬間。そんな素敵なエピソードからフォアローゼズと名付けられ、ラベルには2人を、結んだ、真紅のバラのコサージュが描かれたと言われます。で、こちらなんですけど、先ほど、ついさっき、声優で買ってきたんですが、なんかね、このラベルのね、色が、なんかちょっと茶色っぽいやつもあったんです。で、あ、リニューアルしたんかなと思って、そっちを取ったんですよ、手に取って。で、レジ持ってったらですね、その、下の、その値段の表記には、1180円と書いてあったんですが、なぜか、1395円と。ね、レシート見たらそれで打たれてて、で、それで、レジの方に、文句を言いに行ったんですけど、そしたらですね、その、ラベルが茶色っぽいやつはこの黄色っぽいやつ。で、こう並べて、これ何が違うんですかって言ったら、多分俺はね、ただ、ラベルリニューアルしただけじゃないんですかって言ったんですけど、やっぱり、なんか違ったらしくて、なんか別商品として見てるみたいなんですよ。それで、まあ値段がね、300円くらい高いんですよ。何がおかしい？何が違うんだろうとか言って、レジの人こう見るんですよ。こう2つ並べて。何が違うんだろうとか言って、こう見るんですけど、当然原材料も、アルコール度数も一切変わんないんですよね。で、俺も、フォアローゼスは、知ってるんで、まあ、高いやつは、2000円以上するんだのは知ってるんだけど、1500円ぐらいのフォアローゼスなんて知らんないやけどって。ね。それで、なんか、いろいろやりとりしたんですけど、でも結局、別商品と見てたらしくて、でも、その表記がね、下のそのさ、ラベルには書いてないわけですよ。だからこれ気をつけた方がいいですね。多分全く同じ商品なんですけど、ラベルがね、多分リニューアルしたんですよね。ラベルリニューアルしてるみたいで、それでね、1500円とかね、打たれる時あるんで、ね、明らかに同じ商品なんで、それだったら1500円のやつで、ね、下のさ、価格のところにも書いとけばいいのに、書いてねえじゃんっていう感じでね、店側も多分よく分かってない。そっちの方が古かったらしいんですけど。うん。こっちがリニューアルしてるっぽい。で、古いやつ。まあ、いわゆる、なんだろ、ヴィンテージなんかな。わからんけど。うん。ヴィンテージ物として売ってるんですかね。さっぱりわからない。まあ、中身は同じやつ。年数もね、同じはずなんですけど。てか、フォアローゼスって、あと、高いやつって、いろいろググったんですけど、フォアローゼスブラックってやつ、ブラックってやつはもう、これが、ラベルが真っ黒のやつなんですけど、それと、それも2000円、3000円ぐらいするんですよ。で、あとは明らかに形が違うやつなんで、あ、俺もそれ知ってるから、知ってるからこれは確実に間違いだなと思って持っていったんですけどね。まあ、店側も多分
よく分かってない。よく分かってないのか、それをヴィンテージとして売ってるのか分かんないんですけど。ね。乾杯。フォアローゼズはすごい香りがいいですよね。うん。うん。うん。まあこれ1200円ぐらいのウイスキーですけど、まあバーボンね。なんですけど、非常に香りがいいんですよ。うん。バーボンの中では、なんか、1000円ぐらいと思えない香りするよね。これはね。うん。1000円ぐらいだと、アーリータイムズとか。アーリータイムズよりか明らかに香りはいいんだよね。で、味も。まあ。うん。でもそんな甘くもないし、香りは甘いんだけど、味自体は全然そんなに甘くはないですよね。まあ、1000円並みのコクと、まあ、アーリータイムズに比べるとどうなんすかね。でも明らかに香りはいいのは確かなんですよ。アーリータイムズの方がおそらく濃いんですよ。味が、ね。まあ、ただ俺は、フォアローゼスは、まあ俺、フォアローゼズなんですけど、これ本来は。フォアローゼズらしいんですけど、俺フォアローゼスって言っちゃうんで、結構癖ですね。まあこのバーボンね、あね、久々にね、バーボンが、うちに、ちょっと手元にないんで、久々にバーボンのハイボールいただきたいなと思って、飲みてえなと思って。買ったんですけど。やっぱフォアローゼスはうまいっすね、これね。これが1200円とか。やっぱり、バーボン、バーボンって1000円ぐらいのレベルでもクオリティ高いよね。うん。スコッチで1000円とかだったら、薄かったりするんだけど、バーボンって、本当に、1000円のやつでも2000円のやつでも、割とそんなに変わんない気がするっつうか、まあ、そんなにっていうか、香りとかはもうかなり、クオリティ高いですよね、1000円とかでもね。アーリータイムズの黄色と、黄色は1000円ぐらいでしょ。まあ、このフォアローゼスも、ね、1200円ぐらいでしょ。まあ、あと俺が好きなんだと、ハーパーとかね。IW ハーパーとか。あと、ジャック・ダニエルとかなんですけど。あんまり、メーカーズマークとかは好きじゃなくて。いいんですけど、普通に1000円ぐらいのやつでは、アーリータイムズとか、フォアローゼズも、非常に美味しいですよね。クオリティ高いですね。ハーパーとかはね、うまいんだ。確かに。確かに1800円とか2000円ぐらい出すと、ジャック・ダニエルとかね、うめえんだけど、多分飲み比べないと、俺のレベルだと、俺ぐらいのね、人間だとね、全然わかんないですよ。確かにうめえんだろうなと思うんだけど、ハーパーって結構、何が違うんですね。ジャック・ダニエルは明らかに違うのはわかるんだけど、ジャック・ダニエルってなんか香りがあるんだけど、すげえ味が甘くなくって、
なんつうかな、甘さがないんだよね。ジャック・ダニエルって。すげえドライなんですよ。うん。で、ハーパーは俺大体買って、ハイボールで飲むのが好きなんで、ハーパーがね。うん。ジャック・ダニエルはハイボールで飲むとまずいんだけど。大体ジャック・ダニエルロックで飲むんですけどね。これうまいな、フォアローゼズもな。全然、あれだよね、謙遜ないよね。メーカーズマークとかは明らかに濃いんで。確かに2000円とか出すとメーカーズマークとかになるとすげえ濃いんですよ。で、濃い上に、セメダイン臭がすげえ強いんですよね。でもこれはセメダイン臭もまあ大してしないし、で、このバラの由来とも言えるこのフォアローゼズの香りがすごい、やっぱバラの香りみたいにするんですよ。もう、これを見て言ってるからバラの香りって言うんだろうけど。すげえ香りがいいんだよね。フォアローゼズね。本当に1000円ちょいのウイスキーと思えないほどのクオリティ高いっすね。やっぱバーボンクオリティ高えな、本当に。バーボンウイスキーは本当にあれだよね。クオリティ高い。ただ一つ言わせてもらうと、ジムビームはものすごくまずい。あれなんだろうな、何がまずいのかわかんないんだけど、すげえジムビームってとりあえず臭い。臭い。とりあえず臭いっつうかね。買わないでほしいのはバーボンのジムビームってやつなんだけど、すげえまずいんだよね。何がまずいかっていうと、すげえ攻めた飲酒がするのに加えて、ドライなんですけど、あれドライなんだから甘いんだったかな。ジムビームは、甘いんじゃない？確か甘かった覚えあるね。すげえ甘いんです。で、なおかつ何か、もうセメダイン臭のセメダインを飲んでるようなかの、味がするんだよね。独特のなんか変な味がするっていうのは、っていうのはある。ので、まずい。これは、決めつけてんだけど。ただ、ジムビーム好きな人ってもいるんです。ちょっと、まあでも、一番売れてるバーボンウイスキーですからね。世界で一番売れてるバーボンウイスキーが、ジムビームなんですけど、まあ俺は嫌いなんで、ちょっとロックでいただくか。まあはっきり言うと、ジムビームはストレートで飲んだらすげえまずいんだよ。で仕方なくコーラで割って飲むんだけど。何が違うんだろうね。飲み比べないと多分分からないっていうか、もう味を思い出せないもん。あまりにまずいっていうことを、知ってたから、ほぼ一切買ってない。一切買ってないんだよね。ジムビームちゃんはね。乾杯。でも、フォアローゼズは、甘くないから、ロックで飲むとすげえスイスイ飲めちゃうね。甘さがないから、冷やされるとさらに甘くなくなるんで。すげえ、香りは、本来冷やされると香りがほら、死ぬでしょ。でもこれはもともと香りが結構強いんで、割と死んでないんですよね。うん。うまい。実にうまいね。ジムビームはね、なんかね、まずいんだわ。うん。味がまずいんだわ、味が。でもやっぱハーパーとかめちゃうまいよね。ハーパーはね、ほんとまろやかなんだよね。そう、今思い出した。IW ハーパーは、ゴールドメダルなんだけど、まあ、1800円くらいで売ってるやつ。まあね、すげえマイルドなんですよ。口当たりが。うん。
すげえマイルドなんで。やっぱ1000円のウイスキーって、フォアローゼスとかも、どうしても口当たりがピリピリしたりとか。まあでも、フォアローゼスに至っては全然しないけど。あれかな？なんだっけ？さっきのジムビームはね、多分ね、かなりね、口当たりがピリピリするんだと思う。いわゆるアルコール臭とか、アルコールの強さっていうか、アルコールの辛さっていうのが結構ダイレクトに来るんだよ。やっぱ高いウイスキーっていうのは結構まろやかなんですよ。特にそれが顕著に出てるのが、そのハーパーね。ハーパーちゃんは、ものすごく、クリーミーっていう言い方悪いけど、すげえ、口に入れてもなんか全然ピリピリしないし、すげえマイルドなんだよね。なんで、ハイボールとかにしても、すげえ飲みやすくて、うめえ。ああ、でも、フォアローゼスもうめえな。逆に、ワイルドターキーとかって結構辛いよね。辛いんだけど、コクもあるんだけど、ただ俺ワイルドターキーも嫌いなんですよ。ワイルドターキーも残念ながら俺嫌いで、確か8年だっけ？ 8 年だか10年だかもう飲んだんですよね。普通のやつノンエイジと8年だかのやつも飲んだんだけど、やっぱまずいんだよ。まあそれ人それぞれなんだけど。これは、フォアローゼスは本当に美味しいです。ただ、コクはないけどね。コクは確かにない。で、甘み。まあでも、甘みは普通のウイスキーに比べればそこそこあるんじゃない？バーボンにしてみればそんなにないけど。やっぱ、突筆すべきはやっぱ香りですね。香りはやっぱりあるんで。これはうまい。バーボン初心者にこそ、飲んでほしいウイスキーナンバーワンですね。飲んでほしいウイスキーじゃねえや。バーボンナンバーワンです。はい、2355です。ご視聴ありがとうございました。